朝鮮王朝の末裔その思想は、豚に生まれたら豚なんだよ。そこは運だ。その断言、それが、天皇家の思想？それによる否定と実践を招いた。矛盾を抱えているのは、逆も承知の上だ。ともかく、物量だけで正義は決まらない。天皇家は日本を無血で、大国の主の御事より譲り受けた経緯もある。昭和大を倒すこともある。正義ならば、守れる。結論としては、天皇家は日本を守った、が。ともかく日本は、世界へ立ち向かった。玉虫色の決着ではあり、ともかく昭和天皇は、勝者の権利、それを手に入れることにはなって昭和は続く。朝鮮王朝はその後、因果応報なのだろうか。消えてしまった。国もなくなって、しかし残るものはまだある。豚に生まれたら豚なんだよ。その声は血の底かどこからか。まだ続く。それが今は、アメリカに、取り付く？